4月10日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、野党優勢、韓国総選挙超速報、日韓関係と東アジア情勢の行方。それでは今夜のゲストをご紹介します。自民党衆議院議員で日韓議員連盟のメンバーでもある長島昭久さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。セジョン研究所日本研究センター長のチン・チャンスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして韓国ソウルからリモートでのご出演となります、産経新聞ソウル駐在客員論説委員の黒田勝弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。4年に一度行われ300議席を争う韓国の総選挙ですが、 MBC が発表した午後6時20分時点の出口調査の結果を見てみますと、こちらです。与党国民の力は選挙前は114議席でしたが、85議席から99議席と100議席を割る見通しなんです。そして野党共に民主党は156議席だったんですが、184議席から197議席と200議席近くなる見通しです。また文政権時代の法務大臣チョグク氏が代表を務める祖国革新党、こちらは1議席だったのが12議席から14議席まで伸ばす勢いとなっています。そして共に民主党から離党したイナギョン元首相が共同代表を務めるこちら新しい未来は1議席、与党国民の力から離党したイジュンソク氏が代表を務める改革新党は2議席となる見通しです。このねじれが解消できるのか注目されていた総選挙なんですが、事前予想では野党が優勢ということでしたけれども、陳さん、今回の総選挙ではやはり第三勢力注目されていましたけれども、今回の結果を受けて、まあ、分裂したと見られるわけですけれども、また結束していくということもあるんでしょうか。だから第三勢力というのは、はい、うん、今は共に民主党と、はい、分裂しているんですけれども、うん、それが一緒になるとは私は思ってないんですね。一州、うん、ごとに一緒になるところもあるんですが、はい、今主張しているところが、うん、チョグクさんのところはですね、はい、あんまりにも過激的なことがあってですね、ほうほう、それに共に民主党が乗ったらはですね、うん、そのことによって、まあ、国民からのいろんな脚本もあるわけなんですから、うんうん、それで、今の共に民主党はですね、うん、その意味では、うん、ちょっと警戒もあるし、うん、それ慎重にですね協力していくという形になるんだと思います。張国さんの方針が過激だというふうにも陳さんおっしゃいましたけど、はいはい、共に民主党の政策自体も、まあ、我々から見れば、まあね、十分過激ですよね、中島さんね。まあ、それは後で伺うにしても、はい、その共に民主党からの政策よりもさらに過激な、どういう政策が今回比例で12から14を取ったのか、そのチョグクさんの言ってることってのはどこが一番こう辛口というか刺激的な部分だったんですか。だから一番もう、はい、刺激的なところは、はい、ユン大統領を弾劾しようと、うん、期間をユン大統領政権をですね、はい、期間を短くしてですね、はい、彼が、はい、本当にユン大統領が機能不全になるようにしましょうということを主張しているわけなんですね、うんうん、それだったら5年間の任期が、うん、意味がなくなるわけなんですね、はいはいはい、その意味では、はい、私はですね、国民はそこまで言ってないんですが、うん、だからユン政権をまあ厳しく見る人たちはそれに乗ってですね、今チョグクさんが上がっているところだと思いますね。その意味でチョグクさんというのは2つのチョグクさんがもっと人気になっている理由は、まずは政権審判論ということでですね、だからユン政権があまりにも今のところではですね、うん、いろんな間違っているところをよくやっているんだと、はい、だからそれを、厳しく審判しなければならないんだという気持ちが、うん、中間層の中であるわけなんですね、うんうんうん、それがまずあって、うん、その2番目はですね、うん、やっぱりイ・ジェミョンさんについても厳しい批判の目があるわけなんですね、はいはい、だからイ・ジェミョンさんについても、はい、その共に民主党イ・ジェミョンさんが、はあ、ある共に民主党に、うん、票を入れたくないという人も結構いるわけなんですね、うん、その人たちは新聞だから、はい、
ムンジェイン大統領 の、はいはい、あのグループにあの、はい、所属している人たちは、はいはい、今のイ・ジェミョンさんについては批判的に厳しく見ているわけなんですね、うん、その人たちが、そっちにいるあの票を入れると、うん、チョウクさんに票を入れているところがあるんですね、うんうんうん、それね、陳さんの今の話ね、はい、ムン大統領っていう人が前にいたと、はい、で新ムンの人たちでイ・ジェミョンが嫌いだという人たちがこのチョグクに票を入れたって今の説明じゃないですか、はいはい、そうです。新ムンっていう人たちはやっぱりイ・ジェミョンが嫌いだからじゃあ与党に入れようということにはならないんですね。ならないですね。彼らは新法、これ要するに新法の中で票がぐるぐる動いてるだけじゃないですか。そうです。新法の方の人たちは、はいはい、絶対あの保守の方に票を入れないです、うん、その理由は、うん、そのことによってですね自分たちが、うん築いている信念とかは崩れるだと思ってですね、うん、だから相手の側に票を入れないわけなんですね、うん、なるほど。だからまともな政権があの、まあ、政策をやってもですね、うん、あの陣営のグループが違うんだと思ってですね、うん、そっちには乗らないわけ。今韓国の一番あの厳しいところは、はい、そういう陣営論理によってですね、うん、今政治を判断する政策の中身じゃなくて進歩か保守かっていう、 その2つの色分けの中で政治が行われている、政治が行われているところが、はい、やっぱりあの韓国政治の見解だと私は思っているんですけれども、うん、黒田さん、この、まあ、実票まだ空いてないんですけれども、ほとんど出口調査の結果でいうと、もう野党が200弱、祖国革新党、まあ、あの共に民主党から出てったそのチョグクの票、あの政党も入れれば、弾劾可能な200議席を超える議席が、まあ、反与党に出てしまったと、この出口調査の結果、黒田さん、どんなふうにご覧になってますか。まあ、事前の予想は野党勝つと、うん、まあ、どれだけ勝つかということ、あるいは与党がどれだけ負けるかということだったんですが、はい、うんうんうん、僕の見立てだとやっぱ負けすぎだと、与党が負けすぎ、野党が、はい、相当伸ばしたということですけど、はいはい、実は昨日の夜ですね、うん、まあ、最後の選挙戦といいますか遊説の場所が、はい、与党サイドはソウルの中心街であったんですよね、はい、まあ、夜はまあ8時ぐらいですけど、はい、まあ、現場に行ったんですけど、はい、まあ、最後ちょっと見届けたいということで、うんうん、どれだけ危機感で気合が入ってるかと思って、うん、まあ、ちょっと個人的には応援したいということもあって言ったんですが、うん、ちょっと気の抜けた最後の集会でですね、うん、普通だったらこの党の幹部が全部出てるわけですから、うん、なんて言いますか、立水の余地もないというのは普通ですけど、はいはい、うん、どうもあちこち隙間があったりですね、うん、それから聞いてる人が聴衆はほとんどおじさんおばさん、うん、ちょっと高齢系の、うん、おじさんおばさんでですね、うん、いわゆるサラリーマンとか、うん、若い人たちがほとんど見当たらないという、はい、こういう風景で、うん、全く気合が入ってないっていうんで、うん、これはもっと負けるんじゃないかなと言って僕は随分不安で、うん、今日迎えたんですけど、その通りになりましたね、うんうん、やっぱりね、与党はそのこの選挙でほとんど組織力っていうのが まずダメですね。それから民進にアピールするのはやっぱり演出が必要ですけれども、はい、これは野党が圧倒的にうまいですね。双方ネガティブキャンペーンやったんですけども、はいはい、そのネガティブキャンペーンの競争になると、うん、当然革新系左翼野党の方が強いじゃないですか、うんうん、でやっぱりなんて言います、有権者にいい話、うん、これからいいことあるんだよっていうものを全くアピールできなかったっていう感じですね。黒田さん、それはあれですか、その野党のに比べて与党の方がこう組織がまとまっていない、最終日って普通例えば日本の選挙だったら最終日、例えば自民党だったら秋葉原でね、うん、ものすごい人が集まって人が動けなくなる、新宿には新宿で野党が集まってわーっていくみたいな、そういう感じに今回なぜ与党はうまい動員がかけられなかったのか、ブームアップがなぜ与党は図ることができなかったのか、その範囲はどこにあるというふうに見てるんですか。うん、まあ、よく分からない部分なんですけど、はい、一つやっぱり候補者選び人材を発掘して、うん、有権者にアピールするというプロセスでね、はい、
ほとんどフレッシュな感覚がなかったですね。はあ、それでしかもその一方ではその、まあ、例えば特に公認問題で内部分裂してですね、うんうんうん、お互い足を引っ張る、はい、アウトとかですね、うん、大統領官邸と、うん、まあ、単に言えば大統領と与党の歩調が合わずに、はい、その歩行者選び で、ですね、はい、そごを出すとかね、うん、そういう組織としての一体感、うん、一緒戦利という雰囲気が非常になかったと思いますね、うん、やっぱり野党はそれは逆ですよね、やっぱりユン政権を批判するんだと、皆さんどうですか、うん、ユン政権うまくやってますか、うん、という問いかけをやるわけですよね、うん、それとうまくやってないっていうふうにみんな声を上げるという雰囲気に持っていったですね、うん、なるほど、中島さん、まあ、選択の問題もあるんですけども、うん、まあ、もっとまあ根本的にはやはりユン大統領、ユン政権の2年間の評価ですから、うん、まあ、それに対して必ずしも、世論、有権者はいい評価しなかったっていうことは事実でしょうね、うん、選挙の時は、うん、大体構図があるんですね、はい、だから政権を審判するか、うん、与党、あ、野党が問題なのかという構図があって、はい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 、その後にですね、うん、あの国会選挙ですから、うん、具体的なあの利益のことについてですね、うん、地域ごとに、うん、そのことで、イシューがあるわけなんですね、はいはい、そのイシューになると、うん、やっぱり与党の方が強いわけなんですね。そりゃそうですよね、共産政権とかいろいろ考えたら、今回選挙はそこまで いてなかったわけ、うん、だからあの構図のことでですね、うん、あの大統領をあの審判しましょうということが強くなっちゃって、うんうん、あの具体的なあの地域の案件とかについて、はいはい、お話ができなかったわけなんですね、うんうん、与党としては、うんうん、そうするとあんまり与党としてうまみがなくなるわけなんですね、うんうん、それと、うん、政権審判のことでですね、あの、まあ、韓国語で言うとですね、はいはいはい、イ・ファン・ムル・ウイというんですけど、イというのは、うん、イ・ジョンスプさんという大使のことが、はい、大使がですね、軍人があの、まあ、あの亡くなったということで、はい、責任を取らなきゃならなかったんですが、うん、その、 あの国防部の長官がですね、うん、長官を大使にしたわけなんですね、はいはい、それで海外に行かせたということで、うんうん、責任を取らなかったという、もう国民の批判があったわけです。まず2番目はですね、はい、ファン・ソンムさんという、はい、あの市民出席がですね、はい、あのマスコミについて暴言をしたと。それは与党の人？与党の人なんですね、はいはい、だからあの市民出席というのは大統領室 の、はい、あの人なんですね。なるほど。その人があの、はい、マスコミについてですね、暴言をしたと、はい、そのことがですね、はい、今のユン大統領の姿勢が、はい、やっぱり独裁時代 の、はい、そのマスコミについての態度と同じじゃないかというあの厳しい目があったわけなんですね、うん、はい、それが2番目、はい、3番目はですね、はい、やっぱり物価高がですね、はいはい、それが影響されたわけなんですね、はい、それでネギのことが、うん、出てきたわけなんですね、うんうん、大統領本当に物価が高くて、うん、庶民たちが厳しい生活になっていることを知っているのかという、うんうん、あのそのことで、うん、いろんなあの厳しいあの非難があったわけなんですね、うん、4番目はですね、はい、医療改革、医療改革、ね、医療改革ですね、はいはい、うん、医療改革っていうのは、はい、あのユン政権が医師の定数を増やそうと、増やそうと、で医師不足を解消しようと、そう、でそれに対して要するに研修医とかが、はい、これは自分たちの既得権が侵されるっていうんでストライキを起こして、 そうなんです、その構図だけを見るとユン政権は既得権益に対して切り込んだということで、いい話じゃないですか。いい話ですね。これなんでマイナスになっちゃうの。だからいい話が長引いたらはですね、はい、やっぱり不便になるわけ。お、お医者さんが あんまり、医師のストライキってまだ続いてるんですか。続いているわけ。あ、じゃあそれは要するに問題解決能力が政権ないよって話になる。だから問題解決もできなくて、はい、あの不便だし、なるほど、あの、まあ、一般の人から見ると病院に行ったらばで、はい、お医者さんがいないし、いない、うん、そういうことが不便になっているところからはですね、うん、やっぱり政権が何をしているのということになっちゃったんですね、うん、なるほど。だからその4つの今の、うんうん、あの要因がですね、はいはい、結局は
もうちょっと下のレベルの政策論争までいかなかったと、いけない、そこまでいけば与党の票が出てきたかもしれない。そこまでいってですね、地域の案件とかについてお話をすることになったらば、多分与党の方がですね予算を持ってきたりとかしてですね、いいまあ、アピールができたと思うんですが、今回はそれが政策について論争はもうほとんどなかったと。なるほど。今医療改革の話出てましたけど、わずか1ヶ月前ですよ。そうですよ、1ヶ月前医療改革やるって言って、で1万2000人のうわすごいデモがあって、全員辞表出すって言ったけど、ユン大統領がひるまずに、とにかくこれは国民のためにやるんだと言って、40% 超えたわけですよ。そう、あの時はだから与党の支持率。だから私はね、友人たちから聞いて、あ、このまま行くんだなと。あと1ヶ月ですから、まあ、何が起こるか分かんないから、慎重にやりなさいなんて言っていたんだけど、まあ、これわずか1ヶ月でこれだけ大きく変わる。でもう一つは、確かに医療の現場が混乱したということで、みんなが嫌気させたっていうのがあるけど、やっぱり物価でしょうね。なるほど。ちょっと読んだんですけどね、農産物が3月で、前の月に比べて 20% も上がってるって言うんですから。それは厳しいですね。厳しい。対前月比 20% アップは辛いですよ。これは厳しいですよ。で、ただ全体としてはね、6% あった物価上昇率を 3% まで下げて、なんとか頑張ったんだけど、これが全く評価されなかった。その野菜の話っていうのがネギの話ね。ネギの値段の話で、まあ、特売で安く値段がついてるのを大統領がそれを見て、これは適正値段だと言って、野党さんが何言ってんだと、実際その2倍も3倍もしてんだという、ことから始まったんですけども、圧倒的に野党左翼革新系が、強いっていうことですね。強いってつまりそのパフォーマンスが、パフォーマンス上手ってそういう意味ですよね。そうですね。実はね、投票所にね、ネギを持ち込んでいいのか悪いのかっていうがまだ論争になってる最後に関係ないでしょ。それどういうことですか。やっぱり野党からするとアピールしたいと、現場でアピールしたいと。さすが選管はそれダメだと言いましたけどね。それはつまりじゃあ野党の候補者がテレビカメラとか新聞 の写真カメラマンとかがいる前で投票するじゃないですか。その時にネギを持って投票するシーンを撮らせたい、そういう意味ですか。まあ、周りに有権者が投票に来てるわけですから、まあ、そういう人たちのアピールって、まあ、一体感を持とうということですよね。これいつですか、このネギの話が。でこの事件が、発生したのはいつ頃ですか。1ヶ月前だと思いますけれども。1ヶ月、その前、その時は 40% で与党が有利してた。そこからガクンと下げたんだね。だからそれが先ほどお話した通りですね、ネギだけではないんですね。先ほどいろんな問題があってですね、そのことによってもう世論がですね厳しくなっているところで、野党がそれを利用したということだと私は思いますけれども、実は冷静に考えてみると、その物価高というのは世界中の現象なんです。みんなもう苦しんでいる、日本も苦しんでいるんじゃないですか。だからその意味ではですね、だから物価のことでもちろん批判的に見ている人もいますけれども、結局はいろんなことが重ねてきてですね、それで、ある程度影響されるだと、されたと私は思います。黒田さんね、その1ヶ月前のネギ事件が当時その医療改革などでちょっと上向き加減だった政権の足をとどめを刺すようなね、物価問題全般、失業率の問題もあるでしょうけれども、つまりそれだけユン政権のそのなんて言ったらいいの、基礎体力も非常に脆弱なものであったと、非常にこう弱い基盤の上に 40% を持っていたというのも、これもまた事実でということでいいんですか。基本的にはそういうことで、要するにこの長ネギ事件っていうのは、端的言って、ユン大統領は物価の実情を知らないと、知らないままで適当に民生が、人々の生活が重要だと口先だけで言ってるという、その象徴に使ったわけで、やっぱりユン大統領の一種の政治スタイルがそうなんですけども。やっぱり自分の話は一生懸命するけども、あんまり人の話は聞けないという印象になったって言ってですね。なるほど。でも下々のことが、よく聞いてない、耳傾けてないということで、
有権者が距離感を持っているということにつながるわけですよね。それがやはり野党が主張したユン政権に対する審判、批判につながったんだと思います。黒田さん ね、それに関連してね、まあ、野党、国民の力がこれをチャンスを大騒ぎするのはこれはまあいいとしても、その祖国革新党、張玉さんですよ、玉ねぎ男って言われてたんですよね玉ねぎ男ってそれなどう、まあ、なんで玉ねぎ男なのかっていうところから伺いたいんですよ。黒田さん、なんでこの人は玉ねぎ男って言われてたんですか、張玉さんは。玉ねぎ男っていうのはね、はい、彼が総務大臣の時に、はい、娘、子供たち の入試、はい、不正入学疑惑、はい、というのがあって、はい、それに関わる疑惑が次々出てくるんで、はい、向いても向いても限りないっていう玉ねぎだっていう話になったんですよね、はい、皮肉として、はい、それは韓国では瞬間的にあった話で、その話を大々的に伝えて今なお言ってるのが日本のメディアですよ。あ、僕らだけだから玉ねぎ男が長ネギを持ったって話は日本だけ通じる。話のオチはそこになるんですよ韓国ではそれじゃないんですが、はい、要するにこの張玉さんっていうのは要するに、まあ、検察総長だったユン大統領ね、はい、当時、はいはい、それとのライバル関係にあったわけで、はい、そのユンさんのおかげで自分は疑惑を追及されて、うん、法務大臣も辞めさせられたという恨みを持ってる人間ですよ。ほうほうほう。だからユン大統領批判のために、うん、あいつはこんな物価も知らない男だっていうことで、うん、要するに足引っ張るためにネギを出したという、うん、まあ、そういう構造ですね。もう一つはね、はい、もう一つやっぱりユンさん、さっき の黒田さんが言われたように、うん、ユンさんの政治スタイルっておっしゃったけど、はい、あの人政治家じゃないんですよね。基本的には、はい、検事総長まで行った、はい、そうですね、まあ、検察官だから、ね、まあそういう人にこうなんていうか大衆の心って言われてもこれの値段が分かるのか難しいんだろうと思うんです、うんうんうん、でそれが一つと、はい、まあ、別にかばうわけじゃないけど、はい、もう一つはね、やっぱりこう張玉さんとのこう対決になったんでしょ、はいはい、で結局検事総長でやられたわけですよ、はい、こっちはね、はい、でこれはその若い、まあ、ちょっと中年より上の人たちは何を思い出すかというと、はい、うん、軍事政権下で戦って民主化闘争をやって、それで検察によってぶち込まれた人たちがたくさんいるわけですよ、はいはい、そう、まあ、日本の全教徒みたいな、はいはい、そういう人たちがやっぱり、うん、張玉頑張れと、もう検察ファッション、検察独裁に対して立ち向かう男っていう感じで、まあ、玉ねぎ男っていうのはもう忘れて、忘れたんですか、それで、まあ、スポットが当たったんだろうと思います。そうなんですか、陳さん、韓国の人たちっていうのはもう玉ねぎ男がネギ持って遊んでるとか僕ら的に言うと玉ねぎ男が長ネギ持ってキャンペーンしてるの、これだから許せないだろうって。それは日本のマスコミが、はい、まあ、面白くするために作っている話です。しまいましょう。それで、はい、なぜ張玉さんがですね、はいはい、そういうアピールを、はい、ができたのかという環境を考えなければならないんだと思いますけれども、はい、張玉さんは、うん、代表的なネロナンブルという男なんです。何ですかそれ。ネロナンブルというのは自分がやればロマンス、うん、相手がやると不倫、うんという言葉なんです。すごい都合のいい都合のいい本当にそういうことで対話的な人なんですね、はあ、だから張玉さんというのは、はい、国民的には本当に悪いやつだとみんな思っているわけ。なんで14議席も取れるの。だからそこが今政権審判論になっているんですね。その中でそういうことか。ユン大統領は張玉さんがもう本当に検察の時にユン大統領が検察総長の時に洗い出してですね、はいはい、いろんな疑惑が本当に、はい、問題だということを分かったんですけれども、うんうん、今政権審判論の中で、はい、ユン大統領はそれだったら本当にきれいなのかという気持ちになっているわけ。だから国民がですね、だから例えばユン大統領を、うん、話をすることではなくて、うんうん、奥さんの話なんかカバンがどうこうとかさ、そういう話が長ネギに匹敵するのどうでもいいような話に聞こえちゃうわけですよだからそういうことに比較してですね、はいはいはい、やっぱりユン政権側も、うん、やっぱり張玉さんのような人がいるんじゃないかと、うん、だからそれと、まあ、大体同じじゃないかという気持ちが、うんうん、中間層の中であったわけなんです、うん、なるほどね。でもね、陳さんね、張玉さんって今裁判抱えてますよね。そうなんです。で、まだ二審の判決までしか出ていなくて、今最高裁で審理中ですよね、はいはい、でこれ判決がもし出て有罪になったら、この人国会議員誰
できないです。できませんよね。できません。辞職になりますよね。はいはい、辞職になるんですね。だから、うん、チョコさんもそれ知っているわけなんですね。はだから今高裁でですね、まず2年の有罪判決を受けているわけなんですね。はいうんはい、その後に、まあはい、逮捕院がで最高裁が今、うん、これから判決を、はい、するわけなんですから、はい、多分彼は国会議員になった途端に、うん、もう国会になれなくてもう刑務所に行く、うん、それってね、はい、おかしいなと思うのは、はい、今回のその祖国革新党チョ・グクさんの政党が12から14議席取るっていうのはひとえに比例の選挙区だからチョ・グクさんの個人的な人気によって12から14議席を得て、はい、それが結果的に200議席を超えるユン政権に対する批判の票に集まりそれが弾劾するかもしれないってこの話になってる時にその仕掛けた本人が間もなく失職する可能性があると失職してもその1引いた13議席は残るわけじゃないですかでそれがユン大統領の弾劾に直結するとこれって韓国の人たちはこれはおかしいぞって思わないんですかおかしいでしょおかしいだと私は思うんですけれどもでも先ほど話した通り今ですね韓国中国は、進歩か、うん、保守かということで戦っているわけなんですから、はいまあ、自分のところは甘く見ていて相手については厳しく見ているわけなんですねそれはお互い様お互い様だと思います保守も自分たちの欠点には目をつぶって保守の方がもっといいんだと思いますけれどもそれは自分が保守側だから違ういやいやそんなことはないです、はいまあ、大体そういう気持ちで戦っているわけなんですからお互いにですね、はいはいだから張国さんがいなくなっても、うんうん、我々はですね、うんまあ、相手をやっつけるということでいいんだという気持ちだから普通に考えてみるとそれは常識ではないんですね、うん、選挙の結果のもたらす影響についてここから話を伺っていきたいと思うんですけれどもちょっとこのモニター行っていただきたいんですが今の現状出口調査ですよ投票所の外で調査員が待っていて出てきた人に対してどこに札入れました票入れましたかというのを聞いた結果の予測値はこういうふうになっていてこの2つ野党系ですこの野党系の議席獲得予測議席が足して全部上げると200を超えるとつまり200を超えるということは総数定数300議席のうちの200を超える反ユン政権の議席が確定した場合に何が韓国の政治に起きるのかということを伺っていきたいんですけども陳さん、はい、野党が、まあ、共に民主党も祖国革新党も基本的にはその野党系進歩系、はい、この人たちが200を超えた時に韓国の政治ユン政権に何が起きるんですかだからユン政権はレインダックに入るんですけれども、はい、それよりも野党の攻撃が激しくなっちゃってですね、はいはいはい、だから今彼らは選挙の中では、うん、弾劾するんだと話をしているわけなんですね、はいうんうん、もし弾劾をすることになると、はい、多分議席では、うん、国会の議席では弾劾できるわけなんですねできますよねこの通りに出れば、はい、通りに出れば、はい、弾劾できるんですけれども、はい、弾劾すれば、うん次の大統領選ではですね、うんうん、有利ではないんですね弾劾した方が不利になるんですか不利になるんですだからそれはノムヨンさんの時に、はい、国会選挙 の、 はい、時にその前にですね、はい、弾劾しちゃったわけ、うん、そうすると、うん、国会議員選挙では保守がもう3分の2ぐらい勝ったわけほうその理由はそんなに不安定な政治状況を作ってですね、うん、自分の利益をだけ取っているんだと、うん、その時の野党がですね、うんうんうん、そういうふうに見られるわけなんです逆風が吹くわけなんですねなるほどだからその意味では弾劾を やってですね、はい、利益だったら今のまあ勢いだったらばですね、うんうん、弾劾を、うん、国会で決定をしてその後にまた時間があるわけなんですね時間というのは、はい、逮捕員が判決をしなきゃならないんです、ね、大統領の罷免を、はい、最高裁が決めるまで時間がかかるかかるんです、うん、だからそうすると何も できないわけなるほど何もできないんだったらば、はい、やっぱり無能だと言ってですね、はい、また攻撃ができるわけなんですね、うんうん、それが一つの、まあ、ことだと思いますけれども、うん、今の韓国 の、うん、世論から見るとですね、はい、弾劾までやったらば、うん、やっぱりいろんなことが起こっちゃって、うん、やってはいけないんだと雰囲気結構あるわけなんですね
新法緩和にもうウルトラ新法はそういうふうに思うかもしれませんけれどもいや弾劾やってしまえと、はいはいはい、でも普通の人たちはそこまでやる必要はないんだと、うん、だから5年間任期あるんですからその後でやればいいんだということですからね、はいはいはい、だからそうすると200を持っている、うん、あの野党側はですね、はい、ユン大統領が、うん、あの政策を出す時に全部拒否をして、うん、自分なりの政策を作って、うん、国会を通すわけなんですね。そうすると、うん、ユン大統領はもう何もできない完全にレームダックです。レームダックに入るんですね、うんうんはい、そのことを狙う可能性もあるんじゃないかと。黒田さん、もしもその共に民主党、祖国革新党、いわゆる進歩系の政党が200を超える議席を取ったときに、彼らはすぐにユン大統領の弾劾に走るのか、ないしは今陳さんが言ったみたいに、なんて言ったらいいんですか、生殺しというかですね、大統領やらせるだけ形式的にやらせておきながら、全ての法律やら何やらは3分の2持った議会でコントロールする、こういうやり方をするのか、それとも別の方法を取るのか、どうご覧になりますか。あのユン大統領がですね、今回2年間、はいはい、やはり野党支配の議会のために、うん、ちょっと足引っ張られたと、うん、つまり自分が思う通りのことができないっていう状況が続いてきたんですけど、はいはい、まあ、外交はともかくね、外交はうまくいったんですが、うん、それでその状況がよりまあ深刻になるというか強まるということなんですが、うん、ただね、うん、今陳チャンさんおっしゃったように、はい、やっぱり世論、国民も考えますからね、つまり、うん、野党のね、うん、応募をね、うん、この間もね、この間もこの2年間でもね、うん、野党の応募っていうのはね、うん、特に議会でね、はい、それは結構世論的にあったんですけどね、うん、そういう反応は当然出てくるわけで、はい、大統領を辞めさせるって言ったら別に大統領が何か悪いことしたのっていうことも、まあ、出てくるわけですから、うん、そこまでね、すぐにね、うん、突っ走るってことはないと思いますよ、うん、逆風になっちゃう、はい、とすると逆風になると、うん、次の大統領選3年後ですよね、はい、これうまくいかないってことですよね、彼らからすると。なるほど、その意味で言うと、じゃあ黒田さんのお考えも陳さんのさっきの話と同じで、野党は、まあ、大統領はそのまま、まあ、存続はさせておきながら完全にこうレームダック化させて、いや保守党政権の無能ぶりをずっとアピールする3年間をこれから続けていく、これが戦術になる、うん、ということでしょうね。なるほど、これはでもそういう手になった時にユン政権っていうのはこれまで通りの方針を維持できるのか、例えば今度日米韓みたいなものも予定、日中韓みたいなものも予定されている、さまざまな国際会議にこの韓国大統領が韓国を代表して安全保障の会議とかに出る予定もあるわけじゃないですか、うん、そういう時に今後のユン大統領のなんていうか行動にね、鈍りが出てくるのかどうか、ここのあたりは心配しなくていいですか。ただね、うん、まあ、我々は議員内閣制ですから、はい、全て国会議員が中心ですけれど、はい、韓国はやっぱり大統領中心制で、うん、大統領の権限は非常に強いんですよね。なるほど。なおかつ議会の決定、決議に対してもですね、うん、拒否権があるんですよね、うんうん、まあ、そういう構造を持ってますから、うん、野党、議会で野党支配になってからといって、うん、大統領あるいは大統領官邸というか、はいはい、それがバタバタするとかあたふたするとか、うん、あるいは突然そのレームダックに走るってことはない、うん、で特に外交においてはね、うん、むしろよくやってたっていうのはこの間の世論調査だし、うん、世論の あの反応だし、うん、なおかつ今回の選挙でやあの野党は外交問題で、まあ、新次政権だとか言って批判してましたけども、うん、それ自身があの批判非難なんて言いますか、はい、ユン大統領非難批判にはなってないし、外交はよくやってるってことありますから、うんうんうん、我々から見ると彼の外交姿勢、はい、対外関係においては大きな影響を受けないだろうと思いますね、うん。